それでは今からエルはターフを華麗に飛んでまいります。6番人気、16番エルコンヌルパサー。ライバルたちは強力ですが、闘争を期待したいですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。このレース最も人気を集めているのはシンボリルドルフ、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。東海帝王、注目の二冠馬娘エルコンドルパサー、8枠16番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。ね、揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは綾乃カップと天運スカイホノブルボン。苦しい戦いを強いられているシンボリルドルフ、ここからどう出る。東海帝王落ち着かない様子。綾乃カップが先頭に立ちました。天運スカイ並んでくる。天運スカイと綾乃カップが2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。1コーナーから2コーナーへ向かう天運スカイ、快調に飛ばしていきます。先頭をかけます。天運スカイ9番奮闘、少し後ろから綾乃トップガン、外から外から2番、それを見るようにニコノブルボン、外を回って11番、そしてその内から行ったのはハッピーリンク、外から外からエルコンドルパスター、その外並んで東海帝王。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手は天運スカイ、続いて9番、さらには綾乃トップガン一番下、2番、5番手にはニコノブルボン、それを見るように東海帝王、そしてその内を回ってエルコンドルパスター、外から外からハッピーリンク、そして11番、4番、続いている。それを見るように5番、そして外目を突き出してはメジロマクイーン、シンボリルドルフ並んできた。2馬身離れて6番、その外並んで3番、さらには13番、後方2番手に15番、12番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭いきます。天運スカイどうでしょう。この展開ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。エルコンドルパッター、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まると。エルコンドルパッター、花を進む。ここからだ、行ってもらっていい。栄光まで400、最後のコーナー最初に立ち上がったのはエルコンドルパッター。追いすがるピンポリルドルフ。エルコンドルパッター、強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200。エルコンドルパッター、ハッシードは衰えない。エルコンドルパッター、リードは6馬身。エルコンドルパッター、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。エルコンドルパッター、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はシンボリルドルフ、3着は東海帝王。はいっと、優勝快勝、エル圧勝。
Thank you.